1回戦敗退が3年続いて、まあ一昨年までね、3回戦で行かせてもらってますけど、あの一番最初に出た1年目かなの時の M1 出て、NSC の時じゃなくて1年目の時の M1 出て、うん、で俺あの千原誠司さんのお店でお世話になってたから、世事件でね、当時誠司さんのとこでバイトしてたから、うん、その M1 の時期だったら誠司さんが、うん、そのみんなに聞くのよ、その「坊や、どうやねん M1」っつって「うんうんうん、ああ」とかなんかみんな言ってさ、うん、で俺に「どうやねん」って言って、うん、そうっすね、1回戦敗退です、うん、なんやねんお前、ありえへんほんま、そんなやつ見たことないとか見たことない、俺もさ、まあ、何も言い返せんから、言い返せないよな、なんやねんお前、うん、あんなもんな喋ってたら受かるねんいやそうっすかね、まあ、みたいな、いやまあ見たことない、ね、こんなやつ高校生で向かってるわマジありえへんとか言ってボロカスに言われてさ、マジきついよな、皆さんとか言って、うん、そのお客さん、うん、結構満席で、うん、皆さんちょっと来てくださいとか言って、うん、こいつがね通ってない芸人ですよ、うん、こんなやつがね作る料理いる店美味しいはずがないとか言って、ひでえなあの自分のお店じゃないですか喋るなとか言ってむちゃくちゃ言われたよ、1回戦敗退。いやでもまあその言いたいことは分かるよな。で、まあ、あのこの間たまたまその誠司さんにお会いする機会、おマジで、で誠司さんに「あの今回は3回戦に」みたいな、うん、誰やねんお前」って言われた誰やねんお前マジ嫌な話だな、覚えてねえんだと思って超悲しいんだけどその話